これ全員別に何もこうしようって決めたわけじゃなくて、大体京都の日本料理の懐石の料理屋さんに行けば1キロあたり、1000キロカロリーなんですよ。っていうのが日本料理っていうことなんですね。要するに京料理って言いますか。いや、でもすごいめちゃくちゃ面白いですね、これ。面白いですで、か？めちゃくちゃ面白いですよ。だって、おかしな話、例えばはい。1500キロカロリーで、はい。その成人男性が、まあ自分のエネルギーを、1日使うと。でも、実際にですよ、取る量、カロリーを取る量とか栄養とか栄養素とかいろいろあるじゃないですか。でもこれをどれだけ実は吸収できるかな。